皆様お疲れさん。おっさんラジオへようこそ。 MC のいおりです。この番組はおっさんクラブが提供するウェブラジオ番組となっております。前半は無料枠、後半はおつファンクラブボイス系プラン支援者にのみ聞いていただける有料枠です。もしボイス系プランに参加していないよという方はぜひ参加をお願いします。主におっさんクラブの作品に出演している声優陣が MC を担当することになります。毎月誰が MC を担当するのかはその時の都合次第ということになります。というわけで今月はいおりが MC をやらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、久しぶりのラジオなのでとても嬉しいです。おっさんラジオもね、ラジオじゃない、おっさんクラブも関わる方がどんどん増えて賑やかになってきてますね。どんどん新しいことにも挑戦しているようで、それも本当に嬉しいことです。これからもなんかどんどんそういう新しいことに挑戦していくのかなと、思っているのでね、そういったことにもね、応援していきたいし、参加もできたら嬉しいなと思っています。というわけで、ではでは早速ね、次のコーナーに行きましょうか。ね、まずはお便りボードのコーナーになります。このコーナーはおっさんクラブ宛に届いた作品の感想などを紹介させていただくコーナーになります。はい、というわけで早速読んでいきたいと思います。販売サイトのレビューの方をいただいております。ありがとうございます。というわけで順番に、紹介させていただきますね。まずは、スオさんからいただきましたお便りです。聞いていただいた作品がイーゼルの向こう側完結編になります。では読んでいきますね。前から気になっていたのですが、総集編ということでまとめて買うより少しお得だったこと、あとはおまけ音声にもつられて購入しました。ありがとうございます。初対面、翌日、さらに日を明けてと話がゆっくり展開していく中で、聞き手側との関係性が揺れ動いていく様をじっくり通して聞いていると、やっぱり好きになってしまうよなぁと思います。本格的に甘くなってくるのは後半も後半なのですが、おまけ音声ですが本編よりあと、かなりあとということもあり、2人の関係性がぐっと近づいているのが甘くてよかったです。本編中にない甘さがどさっと詰まってます。ということでお便りありがとうございます。そうですね、イーゼルの向こう側の月島さんは序盤はちょっと意地悪で、こうなんていうのかな、攻めていくような言葉遣いだったり態度だったりが多いんですが、そんな彼がこう回数を重ねるにつれ、だんだん懐柔していって、まあ、最終的には本当に月島さんどうしたんだってぐらい距離が、本当にヒロインのとの距離が縮まっていくんですよね。そのね、こう心境の変化というのが本当に聞きどころだと思うので、そのあたりをこう楽しんでいただけたということで本当に嬉しいですね。それでおまけ音声の方は確かに本当にだいぶその距離が近くて本当に甘々な感じなので、もうこの二人にねの世界に浸れる、だからヒロインの視点でもう月島さんのその甘さをねもう存分に味わえる、本当にギャップ萌えっていうのかな、その段階を踏んでいくギャップというよりはその変化を楽しめる作品になってると思いますね。はい、いやいや、もう本当にね、最初にやらせていただいた作品なので、たくさん思い入れがある作品なのですが、デビューしていただけて嬉しいです。ありがとうございました。というわけで、はい、続いてのお便りも、紹介していきますね。次にの方は、ヨッシーさん、
こちらもイーゼルの向こう側を聞いていただけたんですね。ありがとうございます。じゃあお便り読んでいきます。話し方は結構紳士的で優しい感じを醸し出していますが、このおじさん、なかなか強引です。オラオラ系ではなく、かっこ無理やり脱がせたりとかはしない。耳には心地いいおじさんです。わ、嬉しい。画家のおじさんがモデルですが、次第にヒロインが素直になっていくのが好きです。そうですね。ありがとうございます。言葉遣いは確かに丁寧で、とっても落ち着いた方なんですが、月島さんは。でもそこの、その中にとってもしたたかなところがあって、であくまでも無理やり押し倒したり、そういうことは絶対しないんですけど、その言葉だけでヒロインを従わせていくっていうんですかね。そういうスタイルがすごいある方ですよね。そんな彼が、こうヒロインとの関係が進展していってだんだん変化していく、まあ先ほどのレビューの時の感想でも感想コメントでも私のコメントでも言わせていただきましたけど、はい、本当にね、後半の方なんかは演じている中で本当にヒロインの子がとても愛おしく思えてきて、いやーいいですよね、いいですよねって何がいいんだね、本当に感情輸入すごくさせてもらって、いや、演じさせてもらってました。かなりね、想像力をフル回転させながら声を吹き込ませていただいた作品なので、そういったところがちゃんと表現できているなら本当に嬉しいです。何度も聞いていただいて、彼とのこう甘いひとときを楽しんでいただけたらいいなって思います。はい、レビューありがとうございました。というわけで、ここまでで視聴版の、枠は終了となってしまいます。ごめんなさい。この先を聞きたいという方はぜひファンクラブの有料プランにご加入のほどをよろしくお願いいたします。また感想やお便りなどもどしどしお待ちしております。メールアドレスは、webradio@otsankurabです。webradio@otsun.club webradio@otsankurabです。気軽にメッセージが送れる投稿フォームもありますので、おっさんクラブ公式ツイッターをぜひチェックしてみてください。はい。次回の MC は山田果歩さんと安藤仁さんです。ごめんなさい。次回はお二人でお届けということで、はい。掛け合いとかね、二人だと、そういうのも楽しめそうで羨ましいですね。いつか二人で掛け合いラジオとかもできたらいいな。それでは、また次回聞いてくださいね。お聞きいただきありがとうございました。